おはこんばんちは、ゆっくり霊夢です。マーリサーだぜ。以前さ、ブチギレ放送事故を解説したじゃない？ああ、有吉さんが菊川さんを泣かせたりだとか、沢尻エリカさんが不機嫌だったりしたやつだよな。そうそう。その話の中で、バイキングモア、っていう番組が出てきたのは、覚えてる？覚えてるぜ。チョコレート高の話が出てきていたよな。それがどうしたんだ？今回はその、バイキングにまつわる話をしようと思ってね。そうなのか。ちょっと楽しみだぜ。それじゃあ、行くよ。せーの、ゆっくりしていってね。そうしたらまず、バイキングモアの概要について説明していくね。頼むぜ。バイキングは、笑っていいともの後継番組にあたるバラエティ番組で、2014年4月1日より放送開始したよ。その後、2020年9月28日にバイキングモアと解体し、今は情報トーク番組として放送されているんだ。あ、解体されていたんだ。初めて知ったぜ。総合 MC は、フジテレビアナウンサーの伊藤俊博さんと、俳優である坂上忍さん、その他のレギュラーは、曜日ごとに変わっていくシステムになっているよ。でも、もともと総合 MC が決まっていたわけじゃなくてね。当初は、曜日別にテーマを設けて、総勢48名の大所帯で挑むことになっていたんだ。だから、曜日ごとに MC が変わる感じだったんだよ。へえ、そうなのか。じゃあ、どうやって坂上さんは総合 MC に選ばれたんだ？番組の時間短縮や、お昼にテレビを見る層に合わせて、リポート&プレゼン情報バラエティ、内容が変更されることになってね。月曜日の MC だった坂上さんが抜擢された、っていう感じ。MC に決まった時、坂上さんは月曜から金曜までですか、大変そうですね。でも、何も変わらないです。これまでは、来週、クビになる覚悟で、これからは、明日、クビになる覚悟で、バイキング、が皆様に愛していただけるように、体だけでなく、全部張ります。と、背水の陣で挑む決意を語っていたよ。それが2015年3月のこと。多分、番組の趣旨が変わるなら、総合 MC がいた方がいいっていう話になったんじゃないかな？バイキング開始から、約1年の出来事か、これから、っていう意気込みだったんだろうな。2020年の番組の解体が行われるまでに、それ以降の変更とかはなかったのか？いや、2016年に、番組が生の討論を主軸にしたワイドショー系の番組に変わったよ。ただ、ワイドショーといえど天気予報のコーナーは一貫してなかったし、自然災害系も発生当日以外はほとんど扱わない感じだったんだけどね。その頃、放送時間が11時55分から13時45分に拡大されたりして、どんどん番組が大きくなっていったんだ。なんだか、徐々に今の情報トーク番組へと変わっていった感じなんだな。それ以降は特に、2020年まで大きな変更はなかったよ。そうなのか。どうして2020年に、番組名から内容まで一掃することにしたんだろうな。別に視聴率が悪かったわけじゃないんだろ？リニューアルに伴い、って感じかな。今まで、バイキングの制作を担当していたのは、第二制作室。っていう、いいとも、前から、お昼の時間枠を担当していた場所だったんだけど、ジャンル変更によりバイキングから撤退。代わりに、バイキングの後に放送していた、直撃ライブグッディの制作場所である、情報制作局が移る形で担当することになったんだ。グッディの方は担当が時間連続になっちゃって、大丈夫なのか？うん。グッディは終了が決まってたからね。そうして、大型ニュース討論系情報番組、バイキングは変わったんだ。とは言っても、情報バラエティと、ワイドショーを足した感じの番組だったんだけどね。そうなってから3ヶ月、バイキングは最終回を迎えることとなるよ。とは言っても、番組自体が終わるわけじゃないから、番組表とかに、週、の文字が付けられることはなかったんだ。次の週には、モア、が始まる感じだったからね。ってことは、モア、の始まりにも、新、とかはつかなかった感じなんだな。そこからは大きな内容変更とかなく、今に至る感じだよ。番組の趣旨が大きく変わっていったってことは、わかったぜ。でも、番組的におかしなところはなさそうだが、なんでバイキングの紹介をしたんだ？バイキングって、交番、になった人が多いんだ。そりゃ、バイキング、から、バイキングモア、への変更時とかに、そう入れ替えっぽいのはあったりしたけど、それ以外にもいてさ、2014年から2020年までで、31人が降板してるんだ。31?6 年間の人数だとしても結構多いな。
1年で約5人か。長く続く番組はメンバーの入れ替えはある程度あるものだし、仕方のないことなんだけど、ここまで多いのは珍しくてね。もちろん、降板していった人の中には、自身の体調不良とか、結婚したからとか、事務所の方針的に出られなくなりました、みたいな、どうしようもない理由で去っていった人がいるんだけど、全員がそうじゃなくてね、自分から、もう出たくない、って言って去ってった人が、結構な人数いるんだ。え、どうしてなんだぜ？原因は坂上さんのパワハラによるものだったり、坂上さんの言動についていけなくなったりと、坂上忍さんが主な原因である、って言ってる人が多いんだ。今日はその一部を紹介していくね。一人目は火曜日レギュラーだった小籔和豊さんだよ。お、よく見る顔だな。この人も卒業してたのか、知らなかったぜ。マリちゃんの場合、バイキングをそもそも見てなかったから、小籔さんが出演していたことすら、知らなかったぜ、でしょ。そうだぜ。彼が番組の卒業を発表したのは、2018年9月25日のことだよ。その日の番組最後に、坂上さんが発表したんだ。そんな小籔さんは、バイキング放送開始時から出演していたこともあって、視聴者からは、言葉にトゲはあるけど、言っていることは正論ばかりだから、卒業は残念。みたいな、残念がる声も多かったんだ。そんな彼の卒業理由だけど、坂上さんとの対立が招いた、のではないか、っていう意見が上がっているよ。あ、確定的にそうっていうわけじゃないんだな。本人を目の前にして、あなたがいるからやめます、なんて言えないでしょ。そっか、それもそうだな。ただ卒業後、小籔さんはアベマ TV にて、反対意見を少しでも言うと、MC にすごい嫌な顔をされたり、強制的に CM に行かされたりするんですよ。心、折れてきますよ。と、番組名は明かさないで話していたんだ。それが、バイキング、かどうかは分かっていないんだけど、坂上さんとたびたび意見が食い違ったりして、言い合いになっていたことが実際にあったらしいから、この内容は、バイキング、のことを指しているんじゃないか、って言われているんだ。実際に2018年4月10日の放送回で、レスリング界のパワハラ問題を扱っていた時のことなんだけど、坂上さんからコメントを求められた小籔さんは、坂井和俊サイドの意見がほとんどメディアに出ていないので、片側からの意見だけで結論付けるのはいかがなものか、と自分の主張をしたところ、それは、報道のあり方に疑問を呈しているの？イライラした様子の坂上さんからの返答、どうしてイライラしているんだ？坂上さんの求める答えじゃなかったから、かな？その問いに対して、小籔さんは言葉を紡ごうとするけれど、坂上さんは強引にそれを遮って、いや、だから、報道のあり方に疑問を呈する前に、ご自分はどうお考えなんですか？って聞いてんだよ。この事案に対して、どの目線から見てんのよ。そう強引に迫ったよ。再び話し始めようとした小籔さんだったんだけど、また坂上さんに遮られてね。あなたはどのようにお考えですか？って聞いてるのに、報道のあり方をされたって、俺だって困っちゃうよ、そや。重ねていく。結局、小籔さんにそれ以上の発言機会はなかったよ。意見が合わなかっただけでこうなるのは、確かに嫌だな。こうやって見ると、小籔さんが坂上さん原因で卒業します、って言われても納得しちゃうぜ。お次は、フットボールアワーの後藤輝元さんについてだよ。後藤さんも卒業してたのか、昼の大きな番組だもんな、そやバラエティや報道慣れしてる人が選ばれるか。彼もまた、番組放送当初からいた人なんだ。そんな後藤さんの卒業発表は2020年9月24日のことで、バイキングが、バイキングモアに変わる直前のことだったんだ。そう入れ替え的なやつか？その時期といえばそうだけど、彼はその対象じゃなかったみたい。そうなのか。じゃあ、どうして彼は卒業に至ったんだ？言われている理由はいろいろあるんだけど、有力なのが、フジテレビの番組予算的に、フットボールアワーをコンビで起用することができない。っていうのと、坂上さんが、生放送前や CM 中に話していることを本番中に言ってしまうから、嫌になった？の二つだよ。今回は後者の方を説明していくね。これは薬丸裕秀さんが推測で言っていたものなんだ。だから、実際事実かどうかはわからないんだけど、これが事実だとしたら、って考えるとね、表だってできない話を裏でしたりするんだから、あんまり裏の話を持ち出しちゃいけないよな。なんだかんだ、坂上さんのそういう発言で肝を冷やす経験をした人は少なくないみたい。でも、坂上さんとの友好関係は悪くなかったみたいだよ。
坂上さんから突然話を振られた後藤さんが、舌打ちしたりするのはあったみたいだけど、立ち回り上手って感じかな。そうだね。あとはそうだな、雨上がり決死隊の宮迫博之さんとかかな。宮迫さんもなのか？そうだよ。彼は2018年の3月でバイキングを卒業したんだけど、その後のラジオ、あっぱれやってます。って、こう語っているよ。ほんまに、しんどいからやめた。ニュースとか言うよりも、人のことをとやかく言うの、俺、昔から嫌い。人の噂話とか、プライベートでも、憶測で、そういう人のこと言うてあげんな。って言うてしまうタイプが、そんなものの司会やったらあかんやん。無理やねん。ちなみにこのセリフは、坂上さんの耳にも入ったみたいで、死ぬほど怒ってた、っていう噂が流れたくらいだよ。言ってしまえばその宮迫さんのセリフは、バイキングの全てを否定してるのとあんまり変わらんもんな。あと、宮迫さんはワイドショー自体、あまり好きじゃなかったみたい。そうなのか。それじゃあ、肌に合わなくなっていった感じだったんだろうな。2018年、っていうと、バイキングはワイドショー路線を突っ切っている最中だし。そうそう。宮迫さん的には、昔のワイドショーは、レポーターがちゃんと取材をして、それをニュースにしてたんやけど、今は、雑誌の記事を自分たちで本当かどうかを確認しないまま出して、ああでもない、こうでもないと言うし、用語の人がおったら、わざと逆論を言うやんか。だから、僕はワイドショーになり始めたバイキングを、やめさせてください、って言ってやめた。そうだよ。その時はちゃんと坂上さんに、すみません。僕は他人をどうこう言うのが好きではないので、退かせてください。って事情を説明したみたい。まあ、その後オフホワイト騒動、不倫、で、卒業が数ヶ月伸びたらしいんだけどね。引退します、って宣言してから、数ヶ月間されないの、だいぶ厳しいよな。それに、坂上さんの行動は出演者だけじゃなく、スタッフにまで影響が出ているらしくてね。エピソードとしてよく語られているのは、バイキングスタッフの最初の仕事は、午前9時にコンビニに行き、お酒とおつまみを買ってくる。そして、坂上さんがスタジオ入りする10時までに控え室に並べておくこと。っていうやつ。え、昼というか、朝からお酒を買いに行かされるのか、生放送が終わってから飲むのかな？ちなみに、準備だけじゃなく、飲むことに付き合わされもするらしいよ。これは噂だけどね。スタッフさんはその後もたくさん仕事があるのにな。大変だ。よく付き合えるよなぁ。って思うよね。逆に尊敬しちゃう。本当にな。さて、バイキングの降板の多さと、その理由が坂上さんにあるんじゃないかっていう話をしてきたけど、どうだった？いやぁ、そんなに坂上さんを理由にして、去っていった人が多いなんて知らなかったから、興味深かったぜ。それにその影響がスタッフさんにまで出てるっていうのは、ちょっとかわいそうっていうか、やめてあげて、って思ったけどな。そうだね。出演者からすればその番組だけ出れば終わり、っていうのもあるかもだけど、スタッフさんはそれ以降も普通に仕事だからね。まあだからといって真っ昼間からお酒を誘うのはなんか違う気もするけど、番組開始前も11時とかでも、終了後の15時でも、どの道お酒を飲むにしては早すぎる時間だしな。程よい距離感で心地よい関係性でいたいよな。本当にね。今度は逆に、好印象しかない俳優さんとか調べてみたいな。どういう人が名前上がるんだろう。確かに、気になるぜ。ちょっと調べてみる。いいね。私も手伝うけど、その前に締めようか？そうだな。せーの、ご視聴ありがとうございました。